自律神経専門家近子の部屋へようこそ。今日は耳鳴りがあるあなたにやってはいけないことを3つお伝えします。これは絶対やってはいけませんっていう3つをお伝えしますので、ぜひご覧ください。まず1つ目は耳栓をする。これ耳鳴りがうるさいのでやってみたくなると思うんですけど、耳鳴りって自分の体の中から鳴ってる音なので、耳栓しちゃうと耳鳴りの音しか聞こえなくなりますし、で耳栓して外の音が聞こえづらくなると、脳の方が外の音を聞こうと思って感度を上げちゃうので耳鳴りも大きくなっちゃいますから、耳栓をするのはやめましょう。耳栓はしない。耳栓なくてもこう耳塞ぐだけで分かると思うんですけど、耳塞いでも耳鳴りは聞こえますし、ちっちゃくならないです。逆に大きくなる可能性あります。耳栓はしないようにやっちゃいけないです。で、あと2番目としては寝不足。寝不足は耳鳴りにかかわらず、体に不調があるときには寝不足をすると疲れている体が余計疲れてしまって不調が悪化しますので、寝不足はしないでください。早寝早起きを心がけましょう。耳鳴りがあって気になってる方って、もう寝不足どころか不眠だよって、寝れないよっていう方もいらっしゃるんですけど、まあちょっとそういう方の対策はまた別にお話ししますので、寝不足は良くないですよ。自分の体は自分でメンテナンスできるようにきちんと睡眠時間を取りましょう。あと3つ目、これも結構大事ですね。自分を責めちゃう。こうなんで耳鳴りなんだとか、自分を責めることでますますイライラしちゃうっていうのは、これはダメですね。耳栓もダメ、寝不足もダメ、自分を責めるのもダメ。もう自分を責めないで。耳鳴りっていうのは自分自身が作り出してる、自分の体がこう起こしていることなので、それをまず受け入れてあげてください。自分を責めてイライラしたり不安になったりしては本末転倒です。ますます耳鳴りがひどくなってしまいます。自分を責めないで、まず耳鳴りを受け入れる。今耳鳴りがしているなっていうのを認識するっていうことです。そこからです。そこからまずはこの3つ、やってはいけないこと、耳栓をすること、寝不足をすること、自分を責めちゃうこと、これはやってはいけないことです。皆さんやってませんか？気をつけましょう。今日の動画いいなと思ったらいいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。